こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、瓶に入った粒ウニが6本あるので、今日はこれを右から全部一気飲みしていきたいと思います。っていうのは嘘なんですけど、こちらですね、私ちょっと前北九州に行ったじゃないですか。で、その時に自分へのお土産として7本買ってきたわけです。で、冷凍で持って帰ってきて、今日食べたいなと思ったんで冷蔵庫で解凍しました。1、2、3、4、5、あ、6本や6本やった。1本の瓶に 170g、 つまり6本で約 1kg あるわけです。で、今日これでですね、ウニ丼を作りたいと思います。贅沢ですね、幸せですね。まあ、作るってことじゃないんですけどね、海鮮丼はね。じゃあ用意したいと思います。じゃあ大葉を切ります。くるくる丸めて、はい。で、海鮮丼のタレも作ります。これ結構今まで海鮮丼作るときに毎回作ってるんですけど、同じ分量で煮詰めたら完成です。で、私わさびが好きなんでわさびを溶かしています。見事にカフェラテみたいに分離しておるよ。混ぜたら大丈夫です。じゃん、今日はご飯が8合です。で、こちらのウニを乗せていきます。あー、美味しそうです。一瓶分でもね、十分これ8合食べれる気がしてきました。でも、せっかくあるんでいっぱい乗せましょう。なんか味噌みたいですね。今思い出したんですけど、忘れてました、海苔を用意してました。本当はね、ここウニの下に敷きたかったんですよね。もういっか。まるでウニの殻のようですね。はい、超ウニ山盛りです。そして真ん中に大好きな卵黄を乗せます。そしてもう一回海苔を振って、大葉を乗せて、で、わさびを乗せたら、じゃん、完成です。めっちゃ美味しそうです。で、今日もね、お味噌汁を 1kg 用意してます。いただきます。いや、もう贅沢ですね。海鮮丼のタレがあるんですけど、まず何もなしでちょっとウニ食べてみようかな。青じそと一緒に。めっちゃ美味しそう。贅沢、たまんないですね。超美味しい。もうウニの味がしっかりついとって、塩煮ですね、これね。ウニのまろやかさがもうたまんないです。それをご飯と一緒に食べるとね、もうとろけます。海苔がすごくよく合いますね。いや、でも味がほんとしっかりついたから、タレはいらないかもしれないですね。あ、卵黄があります。うわー、素晴らしい。君と一緒に食べるとね、味がマイルドになります。せっかくあるんでね、ちょっとかけてみましょうかね。おいしそう。タレをかけてもね、このカツオが切り取って、これもまた美味しいですね。タレかけた方がやっぱ美味しいから。超幸せです。そして本当にまらまないんですよね。わさびの塊のところまで食べちゃいました。それで一瞬さ、耐えたかなと思ったんですけど、なんか喉にきましたね。でも、わさびって美味しいです。このウニ最高ですね。私にとってウニって、ちょっといい海鮮丼を頼んだ時にちょこっと乗ってるものなんですよね。もう今日はそれがドンいっぱい乗っててね、最高の気分です。カレーのルーナみたいな。なってきました。でも、こんなにウニがなくてもご飯食べれたなって思いました。ちょっとね、私大好きなウニだったはずだったんですけど、ちょっと味が濃いなって
今思ってます。この味の濃いのが大好きな私が。うん、タレをかけるとね、ウニのね、濃さをちょっとね、薄められてね、マイルドになって美味しいです。うん、ちょっと私ね、思いつきました。これね、味がだいぶ濃いんで、ウニ茶漬けっていうものにします。ここにね、だしをかけるだけです。ちょっと用意してきます。まあ最後、茶漬けするとね、ご飯とかもね、綺麗に食べれるし、いいですよね。いや、ウニ茶漬けってね、贅沢ですよ。ウニの味がだしにね、染み込んでね、もう絶品ですね。いや、贅沢だ。海苔、余ったやつかけますね。ちょっとまたお味噌汁がね、余っちゃった。うん、じゃあお味噌汁好きやけど、何キロでも飲めます。うん、海苔とウニとだしの香りが混ざってね、たまんないですね。うん、わさびも溶かそう。最後、あとこれだけです。完食です。ごちそうさまでした。ウニ丼めっちゃ美味しかったです。もう超贅沢でしたね。いつもはね、ほんのちょこっとだけのっとるウニがお椀いっぱいのっとって、ほんと最高の気持ちでした。で、最後お茶漬けにして食べたのも、あれもまた美味しかったですね。だしとウニと、あと海苔の香りが混ざり合って、それでご飯をだしでね、かけ込むとね駆け込むじゃないわ、駆け込み寺じゃないわ、ご飯をだしと一緒に駆け込むとね、もう最高でしたね。なんかチンって言いましたね。はい、とても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、よかったらコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。